それだダメだよ。もう騙されないぞ。はい、ごめんね、ありがとう。6月の30日日曜日ですね、夕方の散歩です。ただいまの時刻は5時半ぐらいですね。はい、今日も週末のなんか、定番になりつつある江戸川区側の江戸川河川敷に来ております。今日ね、昼間2時3時4時ぐらいまでちょっとね雨降ってて、やっぱり下ちょっとぬかるんでますね。水はけがあんま良くないんですよね、ここね。家の周りを一回りさせて、その後車に車で来ます。ちょっと風強いね。駐車場の方に一匹友達がいたんで、そっち行ってみましょうか。ほら、
かちょっとポツポツ以上に降ってきちゃいましたね。お腹空いてきたな。そういえば今日は何も食べてないな。ちょっとね、父ちゃん7月から、ダイエットしようかなと。今ね71キロ前後あるんですけど、65まで7月いっぱいで落とそうと。6キロダウンですね。6キロダウン、1ヶ月あれば余裕でしょう。ほら。ねえ、2024年ももう半分、今日で半分過ぎましたからね。頑張っていこうかなと思っております。今年やってあまりなんか先が見えないような感じだったらあれかな。なんて無駄ですからね。標準レンズとあと2400万画素の1台だけ残してでいいかな。まああとそうね、50ミリの明るいレンズ1本、それは残しておきたいかな。てかダメだこれ、雨強すぎる。もうすぐ10分か。さっきまでね、ここにこの辺りにお友達いたんですけどね、入っちゃいましたね。せき止められた後だから
海水は入ってきてないから入ってこないね。多分すぐそこでせき止められちゃってるんですよね。帰ろう。降ってきた。はい。10分過ぎてたんで、はい、ダメ。お散歩動画これで終了します。ピースケ、はい。はい。お座り、お座り。はい、じゃあまた明日。